ピース海賊無双3麦わらのこっ麦わらの一味の冒険の記録じゃ。俺は今、一緒に海賊になるな。で、別にまだ誘うつもりは。仲間に誘うぞ。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロノアゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。ガソリンだ。ヤクトピストル。やれるもんならやってみろ。
来たのか。これはルフィ。話聞いて。別にいいじゃん。世間でど知るか。そして俺か。何？よし行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。ソロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。どれだ？おい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと？約束が違うぞ。好都合だけど。保管庫の守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。
海賊にはなってやるよ。だがいいか、俺には野望がある。世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上不上に言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわねえと俺が困る。さっきの偉そうな奴がいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。頼むな。ゴム人間、それにロロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。どうかしてるぜ、この軍隊は。絶対だ。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。ビリの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。レッドホー！黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。レッドホー！よっ、身分も低い、総合もねえ奴らは。俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。ゾロ、手貸せ。おう、
任せろ。切り殺せ。ゴムゴムの無知ナイスだろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したこと、結果的に町を実質、そここの町を。じゃ、ルフィさん、君もなく。え、待ちたまえ君。俺、ルフィさん、とんでも。やめてください。やっ、やめ、わざとか僕を。中佐、僕、海賊隊、あとはありがとう。また